どうみさんって行くでございます。ハリネズミのつくねの身体測定3ヶ月目やっていきたいと思います。えす、ー、でにスタンバイは整っておりますんでね。<laughs> なんか完璧に、えー、準備してあります。ここにじゃあ今からつくねをね、入れていきたいと思います。はい。さあ来たもう大きくなってきたんで狭いんですよね。これがね。もう次はもう一段階大きくしないといけないかもしれない。はい、おもさん えー、0.245ってことで、ちょっとだけ増加したっていうぐらいですかね。よし。じゃあ、可愛いシーンを撮りに行きましょう。頭の顔のとこめっちゃおもろいでしょ。これね、あの、別になんか収容ができてるとかそんなんじゃないんですよ。<laughs> 毛がね、なんか寝癖みたいになって。<laughs> 可愛いですよね。すごく可愛いと思います。はい。ちょっと足の爪が長いのが映っておりますけれどもですね。まあ、毎日頑張って、回し車歩いてくれてますんで、えー、そんなに、 あの、伸びすぎるってことは今んところある程度抑制されてるかなというふうには思います。はい。餌は、えー、全然変わってません。餌の中にプラスで、えー、大好きな卵ちょっと入れてあげてるという感じですね。ちょっといつもと違うところだから一口食べただけで終わってしまったかな <laughs> 終わってしまったかもしれませんが。あ、でもまた行く <laughs> また行くあ、うんちですね。<laughs> いや、本当はね、撮影前に、あの、大丈夫なようにしてたつもりなんですけど、本当は撮影前にね、うんちするように持ってったんですけど、ダメだったね。<laughs> あの、ばっツりしますね。今、一応映ってはいませんが、ギリギリ、ギリギリ映ってはいませんが、もうちょっとだけは許してください。あんまり映ってはいませんが、がっつりしたね、がっつり。つくね、そっちに行ったらダメなんだ。そっちに行った <laughs> ちょっと。 喋 <laughs> りたいこと全然喋りてえ。ほ本当に。これもう大変ですよ。<laughs> 今ここで手入れるとね、多分ね、すげえ怒りそうな感じはするんですよね。いや、今見えてないから今のうち喋りたいことは喋ろうかつくねな。喋ってもいい <laughs> この1ヶ月はね、えー、大きく変えたのは2つです。まず1つ、砂浴び。前まで砂浴全くしなかったんですけれども、毎日根気強くね、えー、するかなと思って、何回も何回もトライ、えー、してました。するとですね、 えー、徐々にまず砂を掘るようになりまして、すごく。で、掘るようになってから次、えー、ちょっとね、もうすっごい砂浴びして、いっぱいこう、針を全体を砂にしっかりつけてるって感じのとこまではいってないんですけれども、ある程度、あの、砂浴びっぽいことはしてるかなというふうには思いました。はい。でちょっと側面とかはね、するようになりましたよ。なんで少し、 えー、砂がが無駄になななってなくてく、えー、んでるかなという気がしますこれからもうちょっとね、継続的に繰り返していくことで、えー、もっとこう砂火びちゃんとしてくれるようになったら、えー、今ね、ちょっと針の間が汚い場合はちょっと軽く水かけてあげるってことになってますんでやっぱね、針汚いままちょっと置いておくことはできませんのでね、えー、そういう方式をとってますで、もう一個大きい変化はですね、シェルター前まで木のハウスみたいなのを入れてたんですけれどもこれもうどけました、えー 理由はですね、なんかね、やっぱどうしても木のシェルターの中ですごい掘りまくってて、落ち着いてない感じがあったんですよね。で、前靴下の中に入った時にですね、すごい大人しくしてたことがあったので、もしかしたらそういったケージよりも、あの、布製のハウスの方が、つくねにとってはいいんじゃないかなというふうに考えましたんで、えー、ちょっと、 一新しまして、完全にもうなんか布をちょっとこう袋みたいな感じにして置いておくという方式を取りました。あ、うんち終わったら食べ始めましたね。はい、満足したようです。<laughs> いつもね、うんちすぐするんですけど、今日はやっぱちょっとね、なんか撮影されることに対してちょっと緊張してたのかもしれませんけれども、えー、なかなかしてくれなかったんで、撮影してからのうんちになってますが、ちょっとほぼギリ見えてない。ほぼギリ見えてない。ちょび見えだからいいですよね。<laughs> はい、それでシェルターをです、ねえー、完全に布にしてあげました布でちょっとまあ袋まで、あ、T シャツなんですけどね、えー、ちょっとこうふわっとして、えー、中に入り込んだりとかできるようにしてやると、えー、非常に気に入ってシェルターとして使ってくれてるみたいです今見てる感じだとねあの前の木のハウス使ってた時よりも角にホリホリしてなんかずっとホリホリしてんなって思うようなこともなくなりましたし割とあの針ペタッと寝た状態で寝てくれてるんで良、えー、かったんじゃないかなというふうに思ってます どううなんでしょうねこれはハリネズミ全般に言えることなのかどうかわかんないですけどねでもハリネズミも結構あの袋クロモモンガじゃないですけどああいうちょっと布製の,あのピタッと入れるようなおうおおめっちゃめっちゃ踏んでるで <laughs> めっちゃ踏んでるでやっぱねどうしても明るい状態であの撮影するとですね落ち着かないとこはあるのかなと思います普段こんなに明るい状態ではねなかなか撮影させてないとこもあるんで ちょっとびっくりはしてるのかなと思います。まあ幸いにも、あの、この間みたいにずっと怒ってるって感じじゃないところが、え攻、ー、めてもの救いかなと思いますけど。やっぱね、3ヶ月ですけども、明らかにね、おっきくなってきた感じはひしひしと感じます。あの、最初の頃はね、顔からこう、スッと、長細い感じやなと思ってたんですけど、やっぱ、 結構ね、あの、動画上げてる方とかたくさんいますけど、大人のハリネズミって見ると、ずんぐりむっくりしてますよね。おけつがでかい感じっていうんですかね。ちょっとそういうフォルムですかね。大人のフォルムに近いような形になってきたなと最近思うことが多くなりました。ほんとにね、こんだけ毎日見てるから、そんな実感ないはずなんだけど、目に見えて大きくなってんなというふうに思います。なのでね、食べる量も結構増えてるんで、まあ、ここからもっともっとですね、大きくなってくれたら嬉しいなと思いますけどね。一応 あのー、この子の血統はですね、まあ、買ったショップの方から行くと、大体、あの、500ぐらいまで行く子が多いというふうに聞いてますんで、今からまだ倍ぐらい大きくなるポテンシャルは秘めてるのかなと思います。ただまあ、全部は全部ハ、ハリネズミそこまで行くわけじゃなくて、大体500まで行かない子も結構多い。おっとっとっと <laughs>。自分でうんち踏んづけたみたいですね。うんち踏んづけて滑ったみたいです。はい。これ後でちょっと足湯で綺麗にしてあげんといけんかなと思います。もう、できたて、<laughs> 本当 <laughs> ちょっと、 すぐに取ってあげてんだけど、まさかこんなことになるとはな。<laughs> これね、この後ね、大変なんですよ、本当に。もう多分ここだとね、手入れるとめっちゃ怒られるんで、えー、その怒ってる状態から <laughs> 持っていくのが、また大変だなと思いますけどね。はい。今日でも、あの、めちゃめちゃ怒ってフシフシ言ってるってことがないんで、えー、割と絵としては良かったですけど、もっといっぱいね、えー、むしゃむしゃ食べてるシーンをお見せできたら良かったんですけど、すごく可愛かったんですけど、ちょっと食べるのは落ち着いてるかなって感じですあ、でも食べましたね。 大体こんな感じですよ。でもね、一回に、あの、すごくめっちゃ食べるっていうよりは、細かくちょっとずつ食べて、で、またやめて、で、またちょっと食べて、やめて、みたいなことを繰り返してますね。なんか餌も、あの、たい出した時と、あとまあ寝る前にもう一回変えてやるんですけれども、こう出して、えー、掃除の時ですよね。ちょっとまあ餌で釣ってるところもあるんで <laughs>、食べさせてやる間に、えー、ちゃちゃっと掃除しちゃうというところがありますんで。 いつもね、やってる時間帯に食べさせてるんですけど、やっぱちょっと明るいのが嫌なのかな。あと、ま、ここで自分が多分喋ってることも多少あると思います。普段こんなね、あの、声が近くですることっていうのはないようにしてますんで、ちょっとま、びっくりしてるのはあると思います。ま、ちょっとコーンスネークの身体測定でも伸びたようにですね、ちょっとつくねだけこれがあるので、次回から自分の喋ってる音声だけ別撮り、えー、っていう形取れたらなというふうには思ってます。ちょっと一回お試しでね、やってみたいなと思ってます。良さそうだったら今後ちょっと別撮りでやっていくっていうのもありかなと思ってますね。 すっごい食べてる。気もつスイッチ入った。<laughs> スイッチ入った。卵は相変わらず大好きです。あの、前使ってた卵なくなったんで、今新しい、えー、全然別のメーカーの卵、えー、使い始めたんですけども、まあ、爬虫類とかでよく使ってる、須藤さんの、えー、と、この卵を使ってますけれども、それでも全然好きそうですね。<laughs> ちょうど顔が映ってないですけどね。 これね、多分ね、ちょっとね、出ようとされると出れられる、出られる高さだと思うんですよね。ちょっとそこだけ注意して見つつって感じではありますけどね。一番ちょうど映ってない後ろ足が、えー、うんちまみれ <laughs> ってわります。本当に。<laughs> さっきから、すいません。ちょっと笑い声ふすふす入ってるのは、ちょっとすいません。自分だけじゃなくて、横に奥さんもいますんでね。はい。ちょっと協力してもらってますんで。つくねはね、自分よりも奥さんの方に、あの、慣れていますんで、なかなか、あのー、 あちょっと出ようとしますねちょっとおっと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 おっとっとうんちがめっちゃ映ってる <laughs> うんちがすごい映ってるけどまあしょうがないですねこれはちょっと出ましたねいったよしじゃあちょっと砂場の方を見せましょうかもう残りちょっとなんですけどね映っちゃった以上はしょうがないですよいしょちょっと三脚がいい位置になかなですけどもう今いつも砂場こんな感じででっかいタッパーのケージにね入れてあのー、やってあげてますはい ここでだいたいいつも入れるとすっごい砂掘りまくって、えー、ぐあー掘り散らしますね。今明るいんで多分そんなしないと思いますけどね。あ、でも掘ってますね、掘ってますね。<laughs> めっちゃ頑張って掘ってますね。はい。野生の本能が呼び起こされてるんですよ。<laughs> これでたまにあのー、砂浴びっていうかね、針の方をちょっとこう、側面バシッとつけたりとかします。 でね、最近びっくりしたのはね、器用に描くなと思うんですけど、あの、後ろ足とか前足使って自分の背中とか描いたりするんですよ。真上のとこもね、描くんですよ。よう器用に描くなと思って、すごいっすよ。びっくりします。全然描くまではね、まあ、そうやって描くっていう動作があることは知ってましたけれども、実際に目の当たりにすると、そういう描き方するんやっていうふうにね、思いました。あ、今、おしっこしたみたいですね。ちょっとなんか色ついてます、ね、<laughs> すごい。真下で掘られちゃった。 今後あれですね。この入れ物で取るっていうのはまた一つありなのかなと思います。重さだけ測っちゃって、もうとっととこっちに入れちゃうっていうのもいいのかもしれませんね。まあこれの場合はちょっとどういう高さで取るのがベストかっていうところありますけど、今回ちょっと急遽やってますんで、若干見づらいアングルになってるのは許してください。<laughs> まあ掘りますよ。ほんと。しばらくの間掘り倒すんで、相当やっぱ掘るのは好きみたいですね。本能的にってことなのかもしれませんが。でもシェルターも大体潜り込みますもんね。 まだね自分を触るのは全然、あのー、怒って触らせてくれないですもう奥さんはだいぶあの慣れてくれたようで触らせてもらえるみたいなんですけども自分はもう全然ダメですね <laughs> しょうがないですしょうがないですね、うん、やっぱ一番メインで世話してる人に、えー、懐くようになるというのは致し方ないことかなと思いますはい で、ちょっと最後ね、えー、こんなアングルになってしまいましたが、途中ね、えー、結構可愛いのをお見せできたので、えー、よかったんじゃないかなと思います。今回このぐらいで終わらせていただこうと思います。見ていただいてありがとうございました。また、あ、よかったら次の身体測定動画、あるいは別の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様です。